You listen to Podcast Courage. It's brought to you by DJ リキがお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組は、ポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や、機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝、Apple Podcast、Spotify、Stand FM をキーステーションにオンエアしております。今日もロサンゼルスから収録してお送りしておりますけれども、毎朝お送りしておりますと言っておりますけれども、最近はですね、ホテル住まいですので、なかなか収録するタイミングが取れずですね、今困っております。ロサンゼルス時間の朝の7時、8時前ですね、少し収録の時間いただきまして、この後編集してお送りしてまいります。ですので、日本時間の毎朝っていうわけにはお届けできていない状況が続いておりまして、時には日本時間の夜中の11時にアップしたりとか、または本当に日本時間の朝6時ぐらいにアップできることもありますけれども、ちょっと時間が不定期になっておりますので、ご容赦いただけたらなと思います。前置きが長くなりました。今日のトピックはこちら。社内でポッドキャストをやりたいときにまとめることというテーマでお届けさせていただきます。いや、ツイッターとかウェブ広告とか出しているけれども、もうちょっと社内法とか、ポッドキャストでお客様にリーチしていきたい。でも、ポッドキャストややり方があんまりわからない。社内のホームページの、記事に音声をアップすればいいのか、それとも、ポッドキャストのプラットフォームにまとめていけばいいのか、その辺どうすればいいのかなって、やりたいけれども、どうやってまとめて企画書とか通していけばいいのかなと、迷っている方もいらっしゃるのではないかなと思いますので、その辺のノウハウをですね、サクッとシェアしていきたいと思います。まずですね、ポッドキャスト、収録する場合ですね、必要な機材がいくつかあります。その機材の経費、だいたいどれだけかかるのかということをですね、まとめておく必要があります。ポッドキャストやりたいんだけどっていうふうにですね、部長課長にお願いしてもですね、だいたいどれぐらいかかるんだ君みたいな感じですね、言われて、あ、このぐらいかかりますっていうことをですね、ちゃんと伝えておく必要があります。そのためにまず必要な機材をリストアップしていきましょう。でですね、過去のオンエアで3から4人でポッドキャストやるときに買うべき機材というですね、過去オンエアがありますので、そちらを参照していただきますと、必要な機材がだいたいどれぐらいかかるのかってことがわかるようになっておりますので、過去のオンエアリンク貼っておりますので、チェックしてみてください。具体的にはマイク、マイクスタンド、ミキサー、ケーブル、あとは編集用のアプリケーションですね。あと編集用のパソコン。このあたりを押さえておけば大丈夫です。はい。動画の場合はですね、カメラとか、また動画編集ソフトが必要になったりするんですけども、動画よりかは、なるべく安上がりに仕上がるようになっているかと思います。そして、二つ目のポイントとしては、誰が編集するのか。外部にお願いするのか、社内で編集できそうな人がいるのか、これがですね、一番肝になるかもしれません。音が取れても編集する人がいなければ、アップロードされたり公開されたりすることはありませんので、ここはですね、絶対押さえておいていただきたいと思います。言ってもですね、音声の場合は、カット編集とかちょっと BGM 乗っけるとか、そのぐらいですので、そんなに動画のようにですね、細かいエフェクトをつけたりとか、なんかこう、難しい操作はありません。はい。ですので、アンカーとか使えばですね、こう、カット編集もスマートフォンでできるようになっておりますし、ちょっとですね、オーダーシティとか使えば本当に音をきれいにすることができたりとか、あとは Mac 使ってる方でしたら、ガレージバンドとかでもですね、音声を入れたり、バックグラウンドのミュージック入れたりとか、カットイン、カットアウト、そしてフェードイン、フェードアウト、またイコライザーの調整もできたりしちゃいますので、そんなにね、難しくはない感じなんですけど、でも誰がまずやってくれるかっていうのは、しっかり押さえておかないと、ここがこける場合があります。はい。そして3つ目としましては、配信プラットフォームをどこに上げるのか、自分の会社のウェブサイトなのか、そしてもアンカーのようなApple Podcast とか Spotify なのか、またスタンド FM に上げていくのか、その辺ですね、外に上げるのか中に上げるのか、で中に上げるのだったらどういうところにですね、
配信するのかとか、ウェブサイトに埋め込むのかとか、まあ、その辺を決めておく必要があります。そして4つ目としましては、誰が MC をするのか、ナビゲートをするのか、このあたりですね、重要ですね。MC をするといってもですね、なかなか皆さん慣れていない方がほとんどですから、心の準備も必要です。ポッドキャストの MC やってくれないって言われてもですね、みんなやったことがないので、なかなか、どうやればいいみたいな感じですね。台本作りからちょっと手こずったりすることがあるんですけども、ここですね、誰か元気よく話してくれる人とか、なんか話し方がちょっと明るい人とか上手い人とか、そういった方々をですね、ピックアップしておいて事前に打診しておくっていう必要があります。そして最後はですね、コンテンツとターゲットリスナーをしっかり決めておこうということですね。このポッドキャスト音声配信やる場合ですね、誰のためのコンテンツなのか、誰に届けたいのかっていうことはしっかりと明確にしていかないとブレていきます。何のためにやっているんだろう、自己満足でやっているんだろうっていうふうに、ね、なってしまわないように、コンテンツとそのターゲットリスナーはしっかり押さえておく必要があります。例えば企業でしたら、音声って遠いところでも聞いてくれるじゃないですか。なので普段あまりそのお店をやっていれば、お店に足を運んでくれてないターゲットに絞ったりとか、まあ、そういった方にどういう情報を伝えておけば、あ、お店に来店しようかな、オンラインで物を買ってみようかなと思ってくれるのかとかですね、そのターゲットによって、まあ、リーチの仕方とかコンテンツの仕込み方とかが違いますので、まあ、そういうところをですね、しっかりと、テキスト化、文言化してプレゼンに入れておくと企画が通りやすくなるかと思います。はい、今日は社内でポッドキャストやりたいときにまとめることということで、5つご紹介させていただきました。1つは必要な機材をまとめておこう、2つ目が誰が編集するかを決めておこう、そして配信プラットフォームも決めておこう、4つ目が誰が MC をするのか、最後にコンテンツとターゲットリスナーをしっかり決めておこうということでご紹介させていただきました。これからですね、ぜひやっていこうという方、このポッドキャスト大学いいチャンネルですから、ぜひですね、このポッドキャスト大学を聞いて、あなたの社内でのポッドキャストを成功させていただきたいなと思います。ポッドキャストをこれから始める方を猛烈に応援していくコンテンツを毎日お送りしておりますので、毎日か。最近ちょっと毎日できてないんですけども、定期的に、まあ、かなり頻繁的にですね、お送りしておりますので、よろしければこちらのチャンネル登録してください。そして今日の合わせて聞きたいは、3から4人でポッドキャストをやるときに買うべき機材ということで、先ほどご紹介した過去のエアから引っ張ってまいりました。機材ですね、買うの間違えちゃうと大損ですから、ぜひ必要な機材を最小限の中で買ってみてはいかがでしょうか。安いお店なんかもですね、少しシェアしておりますので、内容チェックしてみてください。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を見逃さないようにするに無料サブスク登録が便利、あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。 Thank you very much for joining Ricky's Podcast 大学。 This podcast has been brought to you byDJ リッキーがお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.